シラット。シラット、マレー語シーレットは、東南アジアで行われる伝統的な武術。現在は、マレーシア、インドネシア、シンガポール、ブルネー、ベトナムで盛んである。インドネシア語では、プンチャック、ピンチョックという。憲法、武器術を含む武術であり、型や組手を通じて稽古を行う。インドネシアでは地域によって500以上の流派があり、技術的にも、 かなりの違いがあるという。シラットには、稲穂の教え、イルムパギという基本思想があり、鍛錬を継ぐに従って、礼節や他人への思いやりを身につけ、心豊かに生きることを理想としている。また、崇高な精神と品格を備える、同胞を尊敬し、友愛と平和を守る、常に前向きに考え行動し、創造性と力強さを持つ、真実、公正 正義を守り、試練や誘惑に立ち向かう、常に自身の言動に責任を取るという五つの誓いが存在する。シラットを行う者は、プシラット、ペシラットと呼ばれる。シラットには、インドネシア式やマレーシア式のものなど様々な種類があるが、インドネシアの西ジャワのプンチャックシラット、インドネシア語ピンチョックシーレットが有名であり、欧米の国々では人気がある。 ブルースリーの弟子である、段イのサントが学んでいたことでも有名で、後にリーが開いたジークンドにもシラットが取り入れられている。日本では未だにマイナーではあるが、1996年に日本プンチャックシラット協会が発足し、インドネシアから師範も来日している。現在は段位制度を設けており、帯の色で分けられている。YouTube などの動画共有サイトでも膨大な数の、 動画を見つけることができる。中でも、ブルネーの伝統的シラットを世界中で教えているマウル・モーニー、モール・モーニー氏が有名であり、YouTube 内で数多くの動画を提供している。シラットはクデンで継承されてきたこともあり詳しい起源は分かっていないが、6世紀にはその存在を確認できるという。シュリービジャヤ王国やマジャパヒト王国では、兵士の訓練に用いられた塔。 東南アジア一帯には同系統の技法や武器、用語が共通する武術、エスクリマなどのフィリピン武術やタイの剣術などが存在することから、マジャパシュ王国時代にシラットの元になったタケシが、東南アジア各地に広まったと考えられている。シラットは王宮の警護にあたる者たちにも学ばれた。その後、オランダ、東インド会社の侵略に対して、 現地の住民が激しく抵抗したことから、オランダ領東インド時代には反乱の火種になると、して、シラットは、オランダ当局によって禁止され、この間シラットは秘密裏に行われた。シラットが復興するのはインドネシアが独立を果たした、後のことであるが、このシラットの復興には日本も関係している。第二次大戦中に日本はインドネシアを占領したが、その際に、 白人からのアジア解放を歌う日本当局は逆にシラットを奨励した。さらに日本軍は簡潔で習得が容易な近代シラットとでもうべ体系を作り広めることでインドネシア人の戦闘能力を短期間に上げることを計画した。そのため日本当局はジャカルタに各流派の師範を集めて統一型の制定を依頼し、その結果12のジュルス 方が制定され、プンチャック、ピンチョックという教本にまとめられた。この時期には、日本とインドネシアの武術家の交流も行われたという。当初この体系は、インドネシア人には不評であったが、近代、シラットはその後意外な形で役立つこととなる。戦後、再び、オランダがインドネシアを支配しようとすると、現地の人々は、独立を求めて立ち上がった。 このインドネシア独立戦争の際に、近代、シラットは短期間に独立軍兵士の戦闘能力を高め、結果としてインドネシアの独立に貢献した。この頃にインドネシア語のプンチャックとマレー語のシラットを合わせて、プンチャックシラットという言葉が生まれたという。伝統的には、弟子は入門する際、死にナイフと白い布を贈るという。 ナイフは覚悟と死への異形の念を意味し、白い布は命を落とした際に自らを包むためのものである。シラットにはジュルス、ジャースという型のようなものがある。ジュルスは民族衣装に身を包み、ガムランの調べに乗って演じられる。素手で行うものもあれば、オギやクリスという探検を持って演じることもある。音楽に合わせてジュルスを演じることをスに、セにと呼ぶ。 インドネシアには民族舞踊の中にジュルスが含まれていることも多く、イベント等では大人数で演舞が行われる。また、マレーシアでは結婚式の際に新郎新婦の前で若者が今般、マレーシアの太鼓の一種に合わせてジュルスを演じるウェディングシラットというパフォーマンスが行われる。このような武術と音楽や舞踊との関係はインドやタイにも見られ、 東南アジア武術の特徴の一つとなっている。基本型に基づいた、オララガ、オララーガという組手も存在する。武闘、スポーツとして親しむ向きもあり、多くの競技人口が存在する。国際プンチャックシラット連盟は、シラット競技の普及を進めており、将来のオリンピック種目採用を目指している。シラットには、精神修行という一面もある。 呼吸法や瞑想等の修行を通じて精神統一を行うことで集中力を養い、インパワー、気の力の習得を目指す。気を養う呼吸法や呼吸法を使って感覚を養う法などの連行法も存在するという。土着のアニミズムやシャーマニズムと関連があるが、イスラム文化圏ではイスラム教徒のつながりもあるという。多くの流派で共通して使われる武器には、 棒や、梱包のほか、竹や鉄で作られた竿、を、先端が三差に分かれた、カバンというナイフの一種、女性が紙に刺して持ち歩く、五神用のナイフ、クランビット、サビットという鎌、毒を塗って使うダガーの一種、クリス、テダンと呼ばれる剣がある。初心者や、年配者向けの感化対極剣のような基本型が存在するほか、 実践を重視した五神術的な要素の強いものもある。軍隊やセキュリティ機関向けに伝統的なシラットを簡略化し覚えやすく殺傷力を高めた軍隊式シラットもあり、欧米の軍隊や法執行機関で取り入れられている。軍隊シラットをベースにしたローコンバットは日本でも知られている。シラットでは試合を行うこともあり、 形試合と組手試合が行われる。イスラム文化圏では、試合の前に、ドゥアと呼ばれる祈りの時間が設けられている。マレーシアでは、コンパンを叩たたいて応援する。形試合には単独で演舞を行う者と二人、三人で行う者がある。単独や三人組の演舞では決まった方を演じ、審判は演舞の正確さや方の理解度、動きの美しさ等を評価するが、 二人の場合は、戦いを模した演劇のような演舞を行い、審判は技の多さや演出の良し悪し等を評価する。道義のような黒い服を着た上から、防弾チョッキのような防具を着用して、その上に両者を識別するための赤か青の帯を巻く。審判はインドネシア風の白いユニフォームを着用する。シラット競技はポイント制である。月が入ると一点。 蹴りが入ると2点、倒すって、膝が床につくと3点となる。1ラウンドは2分で、1分の休憩を挟んで3ラウンドを、戦い、ポイントを多く得た、肩勝ちとなる。階級は、体重別に分かれており、青年の試合では、A クラス、45kg から 50kg から、始まって 5kg ごとに階級が上がっていく。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。